森本さんの繰り出したポケモンはゴロンダとドサイドン。対する岬はバシャーモとカラマネルで勝負だ。そのバシャーモがいきなり、いきなりメガ進化した。そしてそのバシャーモからのオーバーヒート、ゴロンダに命中。竹京が一撃ですよ。特攻がガクッと下がりますからね、オーバーヒートで。オーバーヒートね。さあカラマネロは、うん、ひっくり返しを使って能力変化を、ね、逆にするって技。分かりやすい。そこまでマークシー使ってくる。増田さんに教えていただきました。なるほど、ナイス岬だね。さあ岬と言ったらね、そしてドサイオンの攻撃がカラマネロ。さあ今のひっくり返す岬、ななナイス。知らないから。知らない、知らない。こんなのが生まれたの。いない間にね。続いて岬はゴーゴーと繰り出す。一方の森本さんはヤドラン。バシャームのオーバーヒートは、さあこれは半減だが、ダーン。そしてゴーゴーとのウッドホンがヤドランに突き刺さる。もうなかなかのダメージだ。ヤドランがトリックルーム。わっ、分かんなくなった。さあこれで素早いポケモンが遅くなりますので、加速がアダにやってきますよね、これね、うん、ここで森本さんは電流を繰り出し、おっと、電流が来た。メガシンゴー。そして森本さんのヤドランが雨乞い。天気を雨にしてメガ電流をサポートする。続いてゴーゴーとのウッドホーン。だが効果は今一つ。そして雨の中、そして電流の雷はこれ必中だ。一撃。ああそう、強いぞメガ電流。いや強いね。まだ秘策がありますよ。岬の秘策とは抜け忍。抜け忍ですね。これはしたポケモン、前に大会で使ってましたよね、抜け忍ね。抜け忍は特性不思議な守りで、効果抜群の技以外ではダメージを受けないのだ。かつて岬と共に大会に参加した抜け忍はどんな活躍を見せるのか。不思議な守りを突破できる技が少ないということですね。これが高い。おお、凍った。凍った。ゴーゴー凍った。しかし身を食べて。おお。身をもたせた。さすが。すごい。さっき読んでるね、岬。そして電流の竜の波動が。おお。うわあ。進化したらやっぱ強いですね。さあこっからどうなる。突然アップが入るんだよ。ヤドランの参加。ほら、よっしゃ、効果ない。さあ抜け忍のシザークロス。だんだん削っていけるかもね。なんだ、何が電気タイプの技は虫、ゴーストタイプの抜け忍に効果抜群ではないはずなのに、一体何が起きたのか。